はい、皆さんこんにちは。ナープラウト TV のオーフェンです。東京から横浜へやってきました。ホテルにチェックインして用事を済ませて、夜の横浜散歩からスタートです。はい、皆さんこんばんは。夜の横浜散歩に来ましたよ。いつの間にかね、ロープウェイも開通してこんな感じになるんですね。なったんですね。あ、なんかポストの上に、あ、ピカチュウがいる。最近覚えましたよ。この子 EV って言うんでしょ。あ、かわいい。ということで見えてきましたよ、イオンモールワールドポーターズ。ここに来てイオンモールかって思うでしょ。イオンに用事はまあまああるんですけど、イオンの中にね、ハワイアンタウンっていうのがあって、その中にハワイでめっちゃ有名なガーリックシュリンプのお店のがあって、そのブルーウォーターシュリンプって言うんですけど、そこでガーリックシュリンプ食べたくて行こうと思ってます。あとレナーズでマラサダを食べます。マラサダっていうのは、そうだね、なんかふわふわの、ポルトガルから移住された方が発案されたメニューだそうです。さて今日の夕食ですが、ハワイのワウレモネードと、そしてブルーウォーターシュリンプのガーリックシュリンプです。いや、久しぶり、めっちゃ美味しそう。めっちゃ美味しそう。最後は食後にデザートです。レナーズですね。おなじみのマラサダでございます。嬉しいね。食べましょう。うまい、最高じゃん。美味しいね。いや、今日自分で組み立てたあのハワイスペシャル最高でしたね。海外旅行にね、行けなくなって2年ちょっと、皆さんどうですか？もうなんかね、行ってた頃の記憶とかがなくなってるって思ったんですけど、いや、なんか食べた瞬間に思い出とかいっぱいこう思い出してきて、ちょっとね、グッてきちゃいましたよ。いや、なんか全力でね、情緒に訴えかけてくるやつでしたね。じゃあ続いて、まだまだ皆さんと横浜散歩していきましょう。夜のね、横浜とかね、門司港とか神戸とか、こういう港町大好きなんですよね。だいぶ前にね、吉田来た時、あのランドマークタワーも登りましたよ。上からのね、眺めが綺麗で、午後の遅い時間に行ったので、昼間の横浜と夕暮れ時の横浜と夜景と3つ楽しめて、とても楽しかったですね。そこの屋上のバーでね、バーっていうのかな、なんかね、お酒飲めるとこあって、ハートランドビール飲みましたね。今日はこちらの港ぶらりチケットを使って横浜観光をします。港ぶらりチケットは大人1人500円で、今乗っている赤い靴号や横浜市営バス、横浜駅から伊勢崎長者駅までの地下鉄に1日乗車できる横浜観光にぴったりな切符です。港未来近郊の観光地を周遊する赤い靴号で最初に向かうのは横浜中華街。いつ来てもたくさんのお店でどこに入ればいいのかわからなくなります。皆さんは横浜中華街でおすすめのお店はありますか？もしおすすめのお店があったらコメント欄で教えてください。久しぶりに中華街へ来たということで、まずは関帝廟を参拝。参拝後はいよいよランチタイム。中華街に来たから中華料理をと言いたいところですが、近くにマレーシア料理が食べれるお店があると小耳に挟んだので、そちらへ行ってみました。やってきたのはマレーシアンクイジーン。マレーシア人シェフによる本格マレーシア料理が楽しめます。コロミーというチキンが乗った醤油ベースのあえ麺をいただきました。ランチセットにはサラダやスープ、ドリンクなどもついていました。久しぶりにマレーシア気分を堪能できて満足。
食後は再びバスに乗って、今度は港の見える丘公園へ。横浜へは何度も来たことがあるものの、初めて来たような気がします。色とりどりのお花が咲いていて、かつてイギリス総領事官邸やフランス領事館などがあったそうです。今回は季節外れでしたが、イギリス館の周囲にはローズガーデンがあるそうで、バラが咲く季節は華やかで綺麗なんだろうなぁと思いながら見ていました。港の見える丘公園からは横浜ベイブリッジも一望でき、今まで来たことがなかったのはもったいなかったですね。公園散策をした後はまたバスに乗り込み、山下公園を眺めながら桜木町方面へ。赤レンガ倉庫でバスを降りて、ぶらり散歩をしてコーヒー片手に休憩し、一日横浜観光は終了です。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。